オーテックとは、日産グループであるオーテックジャパンが手掛けた、特別使用者の故障、並びに同社が手掛けるブランドの故障である。前車、後車ともに、ベース車に比べて、高級感あるテイストのエクステリアやインテリアをまとう、ことによって、プレステージ性を高めたのが特徴である。他のオーテック車同様、販売は、全国の日産ディーラーで行われ、もちろん、 メーカー保証もつく。本校では、日産のプレミアムスポーティブランドであるオーテックについても記載する。2000年1月登場。初期モデルのベースは、前者が 300LX、後者が300ルティマ、E パッケージ装着車で共に、VQ30 デッドを搭載していた。エクステリア上の特徴として専用デザインの前後、バンパー、専用サイドシル 専用フロントグリル、BBS 製17インチアルミホイール、専用チューンのサスペンション、専用マフラーの追加などが挙げられる。一方、インテリアにおいては専用のオフブラックの本革シートと、専用のウッド、本革のコンビステアリングが装備され、高級観光場に一役買っている。なお、価格は共に税抜き495万円と比較的、高額だった。 同年6月には名称をオーテックからアックスに変更。VQ25DD を搭載する250アックスを追加。翌年1月には VQ30DD を搭載した300アックスを追加。これを機にアックスはセドリックのみの設定となり、インテリアはオフブラックからエクリュに変更され、BBS ホイールは専用デザインに変更され、足回りは ベース車と共通になった。VQ30 でッド搭載の300アックスは、エクストロイド CVT に変更され、価格が税抜き523万円に上がった。2000年1月登場。ベースは、エクシモ並びに25エクシモ。エクステリア上の特徴として専用デザインの前後、バンパードキンモール、専用サイドシル、専用デザインの16インチアルミホイール。 専用チューンのサスペンションが上げられる。一方、インテリアは専用木目調パネルやウッド、本革コンビステアリング、専用デザインのメーター、オフホワイトの本革シートなどがおごられた。2001年、ベース車のマイナーチェンジを機に名称を、オーテックからアックスと25アックスに変更。ベース車同様、 コスト削減の一環により、アクティブヘッドレストなど一部装備が省略されている。2017年11月24日、日産は、ニスモのラインナップを充実させるとともに、新たなる、スポーティーサブブランドとして、オーテックをラインナップとして展開することを発表を。これにより、16年ぶりに、オーテックのブランド名が復活し、ニスモ、オーテックのスポーティーブランド日本立てで、 展開していくことになる。ミスモがピュアスポーツを志向するブランドなのに対し、オーテックは走りの性能をミスモと共有しながらも、アクシスやライダー等カスタムカー作りで蓄積してきた職人のこだわりを注入したプレミアムスポーティー志向のブランドとして設定される。同時に、その第一弾がセレナであることも発表され、2018年1月12日に、 同年2月1日より発売すると発表された。同 E パワー車に関してもベースモデル車の3月1日発売に合わせて発売される。ブランドカラーには青を採用し、内外装のアクセントとして取り入れている。第2弾のノートには、2018年7月の一部、改良及び E、パワーフォー追加と同時に設定された。2020年11月24日に、 フルモデルチェンジを発表した3代目となる E13 型にも引き続き設定されることとなり、同年12月に発表された。また、2021年10月7日には、オーテック発のクロスオーバーモデルとなる、オーテッククロスオーバーが設定され、同日より発売された。第3弾のエクストレールは2019年1月28日から発売となり、 同時に、オーテック全車種で、内装仕様を自分で好みに合わせて選んで仕立てる、完全受注生産の、プレミアムパーソナライゼーションプログラムが設定された。2020年11月の一部改良でも、オーテックプレミアムパーソナライゼーションプログラムと共に、継続設定される。第4弾のリーフは2019年6月21日に、発売された。 第5弾のルークスは2020年3月19日にベース車のフルモデルチェンジと共に発売された。第6弾のエルグランドは2020年10月12日のマイナーチェンジと共に発表された。第7弾のキックスは2021年3月3日発売予定で2020年12月に外観が先行公開された。日産自動車、日本国内の ニスモロードカーラインナップの拡充と、新たなスポーティーサブブランド、オーテックの導入を発表。日産自動車、h t t p s、rom. n e w s r o m n i s s a n g l o b a l c o m スラッシュリリーシズスラッシュ 171124-01-j2017 年11月27日閲覧。セレナ、オーテックを発売。 オーテックジャパン、日産自動車、https、ニュースルーム、日産グローバル .com、リリース、リリースマイナス 4R7557239 ボーイフレンド1983ビット 1E6A41 ビット 7D044D91 から18112から 02J、ラングイコール JAJP2018 年1月13日、閲覧。 セレナイパワーを発売、日産自動車、https、ニュースルーム、日産グローバル .com、リリーシズ、リリース CF48572264、D65DD70A や QE326 ビット00、D242 から18228から01、J、ラングイコール j j p 2 0 1 8年2月28日、閲覧。 の遠いパワーに 4WD 車を追加。日産自動車2018年7月5日。新型ノート、助手席回転シートを発表。新型ノート、オーテックは12月発表予定。株式会社。 オーテックジャパン https コロンスラッシュスラッシュ www.otec.co.jp スラッシュリリーススラッシュ2020112401 html2020 年11月25日閲覧ノートオーテッククロスオーバーを発表オーテックブランド初のコンパクトクロスオーバーモデル 日産自動車、オーテックジャパン、Japan, https コロンスラッシュスラッシュ www. オーテック .co.jp スラッシュリリーススラッシュ 2021100701HTML2021 年10月7日閲覧。エクストレール、オーテックを新発売オーテックジャパン。O 日産自動車2019年1月11日、オーテック3車種のプレミアムパーソナライゼーションプログラム、を発表日産自動車、オーテックジャパン2019年1月11日、エクストレールを一部使用工場。日産自動車、 https://global.nissannews.com/.ja-jp/.releases/.201007-01-j2020 <misery> 年10月9日閲覧日産リーフ、オーテックを発売、オーテックジャパン、日産自動車。 h t t p s n e w s r o o m n i s s a n g l o b l c o m スラッシュリリーシズスラッシュ 190523-01-J2019 年5月23日閲覧。<unsafe problem> 新型軽自動車、日産ルークスを発表、日産自動車、https、グローバル、ニシャヌーズ .com, JA, JP, リリーシズ、 リリース A9338A1553E91015、e、ビット6 6 e 2 x a サンペア QA02C877 から20225から 01J2020 年2月25日閲覧エルグランドマイナーチェンジ日産自動車 https グローバルニシャヌーズ .com JA JP リリース リリースマイナス 81A54F3F88D6 ビット 5371F054 ボーイフレンド5 c 0 7 6九 r 8から201012から 01J2020 年10月12日閲覧オーテック新型キックスオーテックの外観を先行公開カーウォッチ2020年12月17日日産キックスオーテックを発表 日産自動車、オーテックジャパン、https、グローバル、ニシャヌーズ .com、JA, JP, リリーシズ、リリースベバ 6420RQF2916、バフ 13A4 エド 15387C47 から21115から一 j 2 0 2 1年1月15日、閲覧。ありがとうございます。